8月25日日曜日、ガリバーホールで公演される琵琶湖ホール地域共同公演、落語でオペラしませんかの段取り稽古が、8月9日金曜日、ガリバーホールで行われ、出場する合唱団員ら約60人が参加しました。参加したのは、今年結成20周年を迎える高島少年少女合唱団員20人と、高島市民の合唱出演者40人で、最初に少年少女合唱団員向けの練習が行われ、演出助手の杉本さんの指導で、団員らが歌う兵隊さんが通るの振り付けを行いました。曲の中で子供たちが遊び回るシーンでは、自分たちでアイデアを出し合い、演技を考えました。練習は1時間ほど行われ、終了後も団員らは別室で練習を重ねました。合唱団の練習の後には、合唱出演者の練習が行われました。合唱出演者の練習は、この日で2回目とあって、振り付けや歌い方などの細部を詰めました。今回の公演では3曲を披露されるとあって、振り付けのある天国と地獄やイタリア語で歌う乾杯の歌は特に念入りに練習が行われました。今後それぞれが練習を積み重ね、8月22日の通し稽古を経て本番を迎えます。公演は2部構成で、第1部では高島少年少女合唱団の20周年記念公演が行われます。入場料は一般1000円、高校生以下は500円で、チケットはただいま絶賛発売中です。8月25日日曜日はガリバーホールで、市民と琵琶湖ホール声楽アンサンブルの共演をぜひお楽しみください。